ヤン,ヤンバルクイナ、ヤンバルクイナ、ヤンバルクイナ、ガルリラルルス沖縄へは、ツルメクイナかヤンバルクイナ族に分類される鳥類。日本、沖縄東北部の大弓村、国神村、東村固有種。模式標本の産地は、フエンチジだけ。和名ヤンバルは、沖縄東北部を指す古障であるヤンバルに由来する。1981年の数年前から、 山品鳥類研究所の研究者らは、沖縄本島北部に位置するヤンバル地域で、種不明のクイナルイを目撃していた。1981年の調査で2羽を捕獲し、これらはいずれも、携帯の検討を等の後放丁された、同時に入手された1羽の死骸、白製標本と合わせて検討された結果、学会に未知の新種であることが判明し、同年末には妙、ヤンバルクイナ、 学名をララス沖縄へとして新種の記載論文が発表された。この剥製標本がホロタイプ標本とされた。これは玉木長政国上村長寿保護院が与え名の道路際で発見した死骸が玉木に新種らしき鳥の死骸確保を頼んでいた高校教諭の智も哲夫により剥製化で山品鳥類研究所に寄贈されたものである。この 発見の後になって、本種が以前から地元の人々に、アガチ、あがちゃ、慌てもののい、山ま山の鳥のい等の名で知られていたことが明らかになった。ともりは、ヤンバルの森に、沖縄本島に生息しないはずの記事がいるらしいという、噂も耳にしたと回想している。また、調整録音か、野鳥愛好家、写真家ほかによって、録音、羽毛の習得、 生体写真の撮影等がなされていたことも判明した。全長 35cm。翼長15から 16cm。翼階長48から 50cm。体重340から 430g。上面の歯衣は、アンオリーブ褐色。顔や喉の歯衣は黒い。自己往具も、耳はから頸部にかけて白い筋模様が入り、目先に白い反転が入る。 頸部から腹部にかけての仮面の歯衣は黒く、白い横縞が生える。おばき部の仮面を覆う毛、下尾筒は黒褐色で、下尾筒の刃先は高褐色がかった白色。体重と比較して、翼の面積は小型で、翼を動かす筋肉も貧弱。初列風切り内では、第10初列風切りが最も短い。交彩は赤い。眼形は赤大大色。 くちばしは太い。くちばしの色彩は赤く、先端が白い。講子は発達し太い。後足の色彩は赤い。卵は、長径5センチメートル、短径3.5センチメートル。幼鳥は、講彩やくちばしが褐色で、講子は、講褐色。1978年にヨ那覇だけで、山品鳥類研究所員に発見されてから、複数の目撃例があり。 1981年に特別調査チームが編成され6月に幼鳥、7月に成長が捕獲された。発見後には現地での死骸の習得例、写真撮影例、鳴き声の録音例、口述するように方言名が存在することなども判明した。バードリフインターナショナルでは2016年現在、本種をハイパタニティア族に分類している。胸をびくいな カラヤイクイナと近縁であると考えられている。平地から標高500メートル以下にある主にした場合が、繁茂した、常緑紅用樹林に生息する。琉球松林や再装置、海岸付近の民家周辺などで見られることもある。夜間になると樹上で休むが、これは蛇を避けるためだと考えられている。ほとんど飛翔することはできず。 樹上6メートルの高さにいた個体がほぼ羽ばたかず約45度の角度で滑空した観察令画と白名白母時に鳴き声を上げ縄張りが隣接する個体同士で鳴き声を上げ縄張りを主張する2016年に発表された主に交通事故し、16話した31話の胃の内容物調査では昆虫、複足砂、ミ,ミズ、果実 種子などが確認されている。この調査では81%の個体で、バンダナマイマイブレイディビナセルキアラス21個、沖縄ヤマタニシサイクロファースタージダス14個などの複足砂、計59個が発見された。大型の複足砂、巻貝類は殻を割って何体分の実を食べ、小型の巻貝類や殻が硬いヤマタニシ類は丸の実にする、そのための内容物調査では、 南体部のみで消化されやすい大型複足綱や耳ミ,ミズ類の合わせが小さくなっている可能性が示唆されている。赤シワやキ,キョウランゴンズイホウロクイチゴルーベスシーボールディー、山モモイ犬ビワルイなどの植物質では下皮があまり消化されいなかったため本種が種子散布者となっている可能性が示唆されている。この調査対象となった交通事故死した個体では アシジロヒラフシアリテクナマアメックスブラニアスや、沖縄汎用シシンデラ沖縄のアカメガシワなどの、ような道路などの開けた林園に生息、自生する食物、花眩類の幼虫のように、有機オダクの進んだ人為的な水場に生息する獲物を多く採食してたことが示唆されている。別の胃の内容物調査ではシロアゴガエルや、ヒメアマガエルが発見された例もある。 本種の全長よりも長い全長58センチメートルの琉球青蛇を飲み込んだこの撮影、報告例がある。臨床で採色を行うが、浅い水中で採色を行うこともある。外部寄生虫として2005年に西目だけで幼鳥二はから、シラミバエカの一種オ名ナサカエキシリスが採取された報告例がある。繁殖様式は卵生。シダ植物や低木。 草本が繁茂した地表に、枯葉などを組み合わせた、皿状の巣を作る。三から五個の卵を産む。方言名として、あがちい、せかせか歩くのい、やまどイ、やまのい、しじゃどいがある。森林伐採、農地開発、林道やダム建設による、生息地の破壊や分断、交通事故、速攻への雛の滑落による、衰弱死、 人為的に移入された犬や野猫フィリマングースなどによる捕食などにより生数は減少している。増加したハシブトガラス、新たに移入された台湾スジオなどによる影響も懸念されている。1996から2001年に本種の生態を利用し録音した鳴き声を再生して反応のウムニよを生息状況を確認する方法、プレイバック法を用いた調査では、 1985から1986年の調査と比較して分布の南限が1 0トル北上し分布域が約25%減少しているという結果が得られた。特にマングースについては沖縄本島南部から分布が北上するのとヤンバルクイナの分布の南限が北上するのが極めてよく一致していることから本種の減少の主因であると考えられている。2000年に 大儀三村、2005年に東村ではほぼ見られなくなり、連続的に分布するのは国神村に限られた。1998年6月から2003年6月にかけて22話の死亡報告例があり、そのうち16話、年あたり平均3.24波、死亡報告例の72.7%は交通事故が死因とされる。5から6月に交通事故による死亡が多い傾向に、 あり、これは繁殖期と重複することからヒナに餌を与えるために発に活動している。速攻に落下したヒナの周囲で警戒している親鳥が交通事故に遭う可能性が高いことが示唆されている。2017年現在沖縄県のレッドデータでは絶滅危惧害 A 類と判定されている。5から6月に歴史による死亡例、ロードキルが多いことも大きな問題で、 巣立つ前の幼鳥に餌を与えるため親鳥が活発化することが原因だと考えられている。1995から2014年までに交通事故確認件数が312件、うち278件死亡されており、そのうち5月が75件、うち死亡69件、6月が63件、うち死亡55件と44%がこの時期に集中している。また、 特に近年交通事故認知件数は増加傾向にあり、1998から2004年は年間1から6件だったものが、2014年は47件、うち死亡43件発生している。2000年度から沖縄県2001年度には環境省もによる罠を用いたマングースや猫の駆除、捕獲が進められているが、完全駆除の目途は立っていない。 マングースについては、環境省や沖縄県によって、専門の作業員による捕獲、北上を防止するための柵の設置、探索権の導入などの対策が進められている。2005から2006年にかけては、マングースの北上を食い止めるために、沖縄本島の東西を横断するフェンス、北上防止柵が、大見村塩谷湾から東村福地ダムを結ぶラインに設置された。 猫については、地方自治体によって、適正飼育条例が制定されたり、獣医師が中心となり、マイクロチップを埋め込むなどの対策が進められている。1999年には、ヤンバル野生生物保護センターが設置された。2005年に、NPO 動物たちの病院によって、ヤンバルクイナ救急救命センターの運営が開始された。日本では1982年に国指定の、 天然記念物に指定されている。1993年に種の保存法試行に伴い国内気象野生動植物種に指定されている。1985から6年の生息数は約1800羽と推定されている。2005年の生息数は720羽と推定されている。2005年には717羽。2010年の生息数は845から1。 350波と推定されている。2014年における生息数は1500羽と推定されている。マングース防場事業等の進展に伴って、2011年以降、分布域及び生息数は回復傾向にあり、2013から4年の推定生息数は1500羽前後と推定。近年生息が確認できなかった。 大岐村北部山中や東村高江での生息が確認されてきている。ただし、分布域も不連続で未だ安定生息とは言えない状況にある。2004年からは環境省でヤンバルクイナホモ増殖事業計画が策定され、生態調査の実施や飼育か繁殖施設の建設が進められている。2009年からは飼育か繁殖法を確立させる。 試みが進められている。2015年現在の飼育個体数は68%。繁殖については、1998年に沖縄県名護市のネオパーク沖縄にて野外から保護された卵から初めて孵化に成功したほか、2007年に NPO 法人動物たちの病院沖縄の施設にて卵の救護による育成個体同士による自然孵化及び人工孵化、また、 環境省がヤンバルクイナ飼育、繁殖施設にて、2012年に4羽の自然孵化に成功。また、2014から5年にはヤンバルクイナ救命救急センター、NPO 法人動物たちの病院沖縄所有にて、飼育下、食個体同士からの第2世代のヒナ3羽の孵化に成功している。和名は、沖縄本島北部をヤンバル、ヤンバルと呼ぶことに由来する。 新種の記載に先立って、1981年に現地で捕獲調査を実施した山品鳥類研究所の調査チームの間では、和名としてヤンバルクイナかヤンバルフミル、フミルはパの地方名にしようという話し合いがなされていた。当時はヤンバルという名前は一般的でない名称であったため、山品鳥類研究所の内部では沖縄クイナという名称がふさわしいという意見も、 あったが、鳥の保護には地元の理解と協力が不可欠なので、それにはより具体的なヤンバルを名前に入れるの良いという判断から最終的にヤンバルクイナという和名が付けられた。これ以前にもヤンバルを冠した生物名称はあったが、全国的に広く知られるようになったのは本州の命名以来ことである。ヤンバルクイナの発見は沖縄においても大きく取り上げられ、 その目立つ姿も手伝って話題となった。1987年の沖縄、解放国体ではマスコットキャラクターのクイックイーとして用いられた。また、これに前後してヤンバルテナガコガネが発見されたこともあり、沖縄はいわば新種ブームのようなものが起こるに至った。当時全日本ライトフライ級のプロボクサーであった、トカシキカツオは所属事務の会長から、 ヤンバルクイナの通称を付けられるなど、多くの場所で本種の名前が使用された。本種があまりに有名になったので、沖縄の県取りだと思っている人も多いが、それは、野口ゲラである。沖縄県国神郡国神村安田にある、ヤンバルクイナ生態展示学習施設クイナの森において、野生では目にすることさえ難しいヤンバルクイナを、目の前で観察することができる。国神村。 安田の学習施設で飼育されているヤンバルクイナは卵で保護され人が身近にいる環境で育ったので人に対する警戒心が少なくキョンキョンと命名された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。